森田株式会社は、愛知県名古屋市中区坂一丁目7番34号に、本社を置く、種類、醤油、調味料、味噌を製造する醸造会社である。1665年に、尾張知郡小菅谷村で創業。実社ブランドとして、清酒、根の火、味噌醤油、調味料商標の森田を展開する。ソニーの創業者、森田昭夫の実家で、 ソニー創業期に資金が苦しかった頃、増資引受という名目で資金提供を行ったことから、一時期はソニーの筆頭株主であった。現在の同社は、旧森田株式会社から製造販売部門を分社化して2004年9月1日に設立した会社である。旧森田は香川県の大手醸造会社、マルキン中油の筆頭株主であったが、 分割された新、森田は同社と経営統合し、持ち株会社のジャパンフードリカーアライアンスの完全子会社となっていた。資産管理会社の森田アセットマネジメントは、ジャフラの当初よりの筆頭株主であったが、2015年には2%弱まで保有株式を減らしている。また、森田の系列会社の山泉商会は、泉区、森田エンタープライズと社名を変更。 参加に種類卸業のイズミックを中心としたミックスグループを形成している。2004年9月1日に製造販売部門を会社分割により分離した旧森田が称号を変更した。同社は資産管理会社となり称号を森田ホールディングスに変更。さらに2005年10月1日に森田ホールディングスから森田アセットマネジメントに 称号変更している。完全子会社に株式会社、森田トラスティーがある。森田デオが代表取締役を務める米国法人で、不動産投資、運用、賃貸業などを行う。2010年9月に、森田フードサービス株式会社の全株式をジャフラより取得している。1955年創立。 森田製品の卸売と中国向けの種類輸出業を営む食品商社である。森田昭雄が調合したとされる森田清酒の発売も行っている。かつては霊系と関係を持つ事業会社であった。またジャフラの子会社、後持ち分法適用関連会社であったが影響力の低下により平成26年9月期には外れている。子会社に 鈴木国際貿易有限講師がある。ミックスグループはイズミックを中核企業とする企業グループ。M は森田エンタプライズなど、I はイズミック、C はココストア、S はその他のグループ会社を表す。2001年から用いてきたリックグループという名称から2006年2月に変更。ミックスグループの資産管理会社。 森田株式会社の販売部門が大正時代に分離独立した山泉商店が前進。1947年9月に株式会社山泉商会として再設立。1991年6月に株式会社イズミックに称号変更。2005年3月1日に株式会社イズミックから森田エンタープライズ株式会社に称号変更。 営業部門を会社分割により新設市会社のイズミックに承継させており、森田エンタープライズはグループの不動産、人材派遣、事務受託の業務を行う、中部地方で最大の種類食品卸売商社、森田株式会社の販売部門が大正時代に分離独立した山泉商店が前進。1947年9月に株式会社山泉商会として、 再設立。1991年6月から株式会社イズミック。現法人は2005年3月1日に旧株式会社イズミックから事業部門を新設分割する形で設立された。1971年7月に日本最初のコンビニエンスストアチェーンとして愛知県春日市にココストア富士山体店をオープンさせている。森田グループが ビール製造量の規制緩和をきっかけに1996年に創業したビール製造業者。グループとしては、1884年から1885年に、第11代、森田旧済猛威の地球王が製造した三つ星ビール。1889年に、森田全平が製造した丸三ビール以来約100年ぶりのビール事業であった。 2006年4月1日にランドビール株式会社から森田金シャチビール株式会社に称号変更。2008年に和田館の金シャチビール事業部として経営統合された。2016年4月には会社分割され森田金シャチビール2代目が設立された。森田家の分家の森田全平が1919 19年に創業したパンメーカー。 パン製品、パスコの商標で有名。パスコとは、パン四季島カンパニーの意図される。長らく、四季島パンの商標で営業し、親しまれてきたが、2003年9月1日に商標を、パスコに統一している。森武文家の同族経営で、現在の社長、森田厚夫で5代目。泉区会長の森田和明が、取締役相談役になっており。 本家筋とも一定の関係がある。1974年設立。例形は、漢字では、鈴系。森田株式会社が保有する資産を会社分割により、引き継ぐ形で設立された。森田昭雄長男の秀夫が社長を務める。かつては、ソニーの大株主で、ソニーの5.38%保有の筆頭株主で、あり、同社の配当収入などの運用益を元手に、 食品卸売業、飲食店業へ進出。森田グループは元より、スキー場、ホテルなどのリゾートをはじめとした、様々な企業、プロジェクトに出資していた。ベンチャー企業として、エアラインに新規参入した北海道国際航空の、筆頭株主だった時期もある。南青山五丁目に、森田昭夫の旧邸宅を建て替えた、自社ビル、霊形南青山ビルを構えており、 現在も森田秀夫と関係のあるアナハイム大学や森田フーズなどが入居している。バブル期に新潟県新井市の第3セクター新井リゾートに500億円を出資し欧州型のリゾートスキー場を開発したが客足が伸びず巨額の赤字を抱え営業終了となる。2000年10月に森田秀夫社長100%出資の投資会社森田インベストメントがプジョーから 海一のエンジン事業を引き継いだ、リヒテンシュタインの企業、アジアテックなどに、ソニー株の売却で調達した約230億円を貸し付けたが焦げついた。これによって、霊系がミント社の債務処理のために、海外の銀行から融資を受ける際に、ソニー株を担保提供していたため株売却を余儀なくされ、2003年に会社の資産を大きく失う。 この際の処理方法が社長が支配する別会社への贈与であると国税庁に認定され、65億円の追徴課税処分を受ける。当局に不動産などを差し押さえられたため、課長金を納付した後の2005年6月、ガラヒ産業に称号変更の上解散した。同社解散後も、ヒデオは森田アセットマネジメント代表取締役会長。 ジャフラ代表取締役会長などについている。生産手続きの終了は2017年1月であった。鈴景学術財団、森田国際教育振興財団の基本財産のほとんどが森田アセットマネジメントに貸し付けられたが、利払いが滞り未回収金が積み上がったため、新制度に適合する公益法人に移行できず解散することとなった。 コンビニエンスストアチェーン店のココストアを運営。株式会社、山泉商会による1号店のオープンは1971年7月で、コンビニチェーンとしては日本初である。1972年7月5日に株式、会社ココストアが設立された。名古屋を中心に店舗展開し、主販系コンビニエンスストアとしては日本最大級。社名のここには、コンビニエンス、 コンフォート、コンシューマリズム、コミュニケーションの意味が含まれている。2001年から九州コンビニエンスシステムズ、リックサポートシステムズの親会社とホットスパーコンビニエンスネットワークスを参加に収めている。2006年6月1日に子会社化していた九州コンビニエンスシステムズを九州合併した。2015年9月1日には子会社のココストアウエスと ココストアイースト及びミックスグループのコンビニ経営会社である株式会社 MRC を吸収合併した。2015年10月1日、ココストアの全株式がモリタエンタプライズから株式会社ファミリーマートに売却された。12月1日にはファミリーマートに吸収合併された。ココストアエブリワンの店舗も順次ファミリーマートに転換される。 1969年、森田の子会社として株式会社ネの肥料を設立した。1979年現在の社名に変更された。2010年には、森田サンズインク、2015年からは建物管理業の平成時は株式会社の完全子会社であり、料理飲食事業を営んでいた。クラビトクリアネの人、ピットネの日、パニーニ専門店、 パニンのジャイアストを展開していたが、2021年1月12日に事業を停止し、同年1月14日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定。森田やマルキン中油を持ち株会社の下で統合するために、会社分割により、新・マルキン中油を設立した上で、2006年2月1日に旧・マルキン中油をジャパンフード リカーアライアンス株式会社に称号を変更して持ち株会社化。東京証券取引所2部上場。2018年上場廃止。株式会社、ジャフラホールディングスの完全子会社となる。子会社に森田、アルカンなどがある。2021年ジャフラホールディングスに吸収合併された。ありがとうございます。